俺の本当の力、中空のアート、さらにアクロバティックシークレア。ライバー一歩も動けず、この距離からシュートが炸裂。このくらい軽いもんだぜ。見せてやるぜ俺の本当の。なんとディアス君得意のアクロバティックなオーバーヘッドキックかと思われましたが、ゴール手前に叩きつけられたシュートが芝をカットするように跳ね上がってゴールに飛び込んだ。見たか、天才の実力を。ディアス、やっぱりお前は最高だぜ。今のシュート、翼が全国大会で見せたシュートと発想は同じだが、あのシュートとは違う。あの時翼らあのシュートを間近で見た俺には分かる。ディアスのやつ、俺たちの動きを読んで悪であろう場所に跳ねるようにスピードと回転を調節しやがったんだ。